right, all right. どうよこの雰囲気。じゃあ楽しみます。ここプーネでインディアンクラシカルミュージックフェスティバルというものが 2days にわたってあるということでですね、師匠が会場まで連れてってくれております。生徒さんの運転で、もうね本当に素晴らしい体験でした。200ルピーもうおよそ350円ぐらいで、すごく濃厚で本格的なインド音楽を楽しむことができました。まあ、後から調べたら、もうすごい有名な人がたくさん出ていたみたいで、ほんとたまたまね、プーネにそういうミュージシャンが集結するって、なかなかレアなチャンスだったみたいなので、本当に音楽の神様に感謝したいと思います。今日はちょっとたくさんアーティストがいたんですけど、ちょっと紹介しきれないので、まずは一アーティストだけ、紹介したいと思っております。そんなこんなで会場に到着しました。いや楽しみですね。ああ今日はどういうアーティストが演奏しますか。今日は歌手さん、この前にはジャルタランドというねボールの中に水が入ってて珍しい楽器なんで、それから歌手さんと笛とまた歌手さん。今日は弦楽器はじゃああまりないですか。今日はない。今日はない。明日ありますね。明日あります。はい。明日の朝午前。ここはね、潜っちゃっているという意味なんです。なんて意味ですか。もう満席です。あ、満席。ああ、そうですか。大丈夫なのかな。ここはここで。はい。200支払って。はい。まだこれ。Thank you。これを出て。200ルピー200ルピー No, no, that's all right. Please take it. Thank you. You're welcome. もうね、最高すぎる。何この音、最高すぎる。なんか水の中に水を使った楽器。タブラかっけー。もうね、音だけですでに幸せです。さて、レッツゴー。Yeah.That's nice. どうよこの雰囲気、どうよ。ジャプタールという名前です。
7, 8, 9, 10, 1。それはクラシックよりもあのジングルとかに使ってて、彼は今クラシックで行こうとしてます。でファンクールの、有名な方から勉強してて、あの同じなんかみたいな音楽を、まあ、ここで引っ張っている。はあ、楽器の名前はちなみに分かりますか？ジャルタランカ。ジャルタランカ。ジャルは水という意味です。琉球の音階に近いですね。これめちゃ近くない？琉球の音階に。आपण एखाद्याला पाण्यात बघतो राग आल्यावर